こんにちは。突然ですが、人には他人に聞けないことというのが結構ございます。不妊治療、妊活ということもあまり人に聞けないことの一つかと思います。そこでこのチャンネルでは、不妊治療についてお話していきたいと思います。誰に向けてお話しするかと言いますと、特に男性ですね。男性に向けてお話していきたいと思っています。もちろん女性の方に見ていただいても構いません。はい。ただ、あくまで男性向けにお話ししていく予定です。なぜなら、私が常々思っていることがありまして、不妊治療や妊活全般に言えるんですが、男性に対する情報が少ないなぁといつも感じております。なので、私の不妊治療の経験などから、男性の妊活についてお話しすることが、世の妊活中の男性、もしくはこれから妊活する男性の参考になればいいなと思って、この動画を作っています。また、妊活を続けていく中で、いろいろな悩みが出てきます。男だけの悩み、妻にも言えない悩みが出てきます。そういう悩みをお伝えし、共有していければいいなとも思っています。まず、私には5歳の娘がおります。私も妻も41歳の時に不妊治療の末に生まれた子供です。妻が41歳で初めての出産、いわゆる初産だったので、高齢出産というやつですね。私たち夫婦は結婚も遅くて、40歳で結婚しました。結婚した当時は、私も妻も子供はいらないという意向だったんです。しかし、結婚してしばらくすると、私はなんとなく子供が欲しいなと思い出して、妻に相談してみました。まあ本当に軽い気持ちでしたね。そうしたら、意外にもあっさり同意してくれました。妻は子供はいらないと言っていたので、多少の反対意見だったり、話し合いだったりがあるかなと思っていましたが、そんなものは一切なく、あっさり賛成してくれました。当時の私は、嫌にあっさり賛成してくれるなぁと思っていましたが、そこは特に気にしていませんでした。後々気になって、なんであんなにあっさりしていたのかを聞いてみたことがあるんですが、妻は、私が子供を欲しいと言い出すまでは、そこまで深く子供が欲しいと考えていなかったらしいです。また妻は、高齢による出産の心配があったからいらないと思っていたと言っていましたね。そして、突然私が子供が欲しいと言い出したときは、まあ一丁チャレンジしてみるかと、まあ重くも軽くもなくそんな気になったと言っていましたね。そんな感じで私たち夫婦は妊活に突入するわけですが、ここから私と妻の妊活に対する姿勢の違い、二人の心構えの違い、その差がどん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 広がっていきます。私が皆さんにお伝えしたいのはここですね。妊娠に対する心構えの男と女の差です。ちなみに私は、この時点ではこんな風に考えていました。避妊せずにセックスをしていれば、そのうちできるだろう、くらいに考えていたんですね。対して妻の方はですね、すぐに私と全く違うスタンスになっていたようです。妻は、40歳過ぎての妊娠、高齢での妊活になるということで、まずは婦人科診察に行きました。そこで初めて厳しい現実を直視したようです。婦人科で妻は医者から40歳を過ぎての出産が甘くないということをとうとうと語られ、私の知らぬ間に妊活に対する気持ちが大きく変化していたようです。そして妻はすごい勢いで妊娠に関する情報収集を始めていきました。まあざっとこんな感じで私たち夫婦は妊活に入っていきました。
そして申し上げたようにかなり早い段階から私と妻の心構えには差ができていました。簡単に言うと私が妊活を舐めていました。その結果、当たり前なんですが、妻は私の怠慢な態度を責めるようになります。もっと真剣にやれって感じですね。そして責められ続けて、私も少しずつ真剣に考えるようになっていくんですが、しかし真剣に考えられるようになるまでいくつものハードルがありました。というわけで、次回からちょっとずつ私の経験した不妊治療についてのお話をしていきたいと思います。それではまた。